マイカップオブティーこの番組はなんとなくに向き合おうをテーマにポッドキャスト歴17年目のホドフがお送りするスローなポッドキャストになっていますえっ、ー、と今回エピソード8となりますけどもマイカップオブティーをシーズン3にしてからですねまあいろいろ取り上げていきたい話題とかはあったんですがまあたまたまなんですけどね本当はなんかちょっと映画の話題が 多くなっております。で映画のことを話すでしょ。するとそっから関連して違う映画が見たくなってさ <laughs> 話したら <laughs> で見たりするとまた話したくなるじゃない。なんかね若干映画レビュー寄りになっていましてですね。で実はあの配信の時カテゴリーとかもですねまあ、たまに変えたりしてるんですけども今映画レビューのカテゴリーになっていてなんかそこでなんかランキングも上の方に来てたりするんで、まあ、なんとなく映画レビューでいいのかなというような気もね。 してきたりしつつなんですけどもただ今回はあのこのマイカポブティアップルポッドキャストの中でですねチャンネル設定をして複数の番組を一つにまとめつつ有料サブスクリプションというのを試しに始めておりますだいたいスタートして1ヶ月ぐらい経ちましたのでちょっとその辺の話をしようかなと思っていたんですけども え先週から公開になりました MCU の映画、ブラックウィドウ。これをですね、土曜日に見に行ってきまして、ちょっとその話 <laughs> したいなと <laughs>。あのね、家の中とかではですね、家族はそんなに見ないので MCU の映画をですね、話すとこがないというところもあって、 シーズン3になってから MCU の話結構してるなと思っていて、<laughs> あんまり偏りたくもないと思いつつ、見てきちゃったからさ、話したいなと思っていまして、今回、ブラックウィドウの話をしようと思います。前半はできるだけネタバレはないように話しますが、後半はちょっとネタバレありになってきますので、えー、ご了承ください。まあ、前半部分もね、まあ、一切情報を入れたくないという方は、もう映画を見てきた後に聞いていただけると嬉しいかなと思います。 いうふうふに思っておりますはいということで、えー、エピソード2でも MCU というテーマでですね話していましたが、えー、今回映画館に行きましてちょっとねいつもと違う映画館行ったんですよ。 いつも行く映画館がですね、ちょっとブラックウィドウのなんかスクリーンが2つぐらいでやってて、どうせなら大きい方で見たいじゃない映画ね。で、大きい音響もいいスクリーンの上映がね、結構遅かったんですよ、時間が。えー、6時、夕方の6時半スタートぐらいな感じだったんで、えー、どっか他に近くで、えー、もっと早くやってるとこないかなというところで、えー、行ってきました。まあ、といってもですね、私、あの、イオンの 株主優待がありましてですね、イオンシネマの映画がですね、もう年中安いんですよ、1000円で見れるんですよ、株主はですね。なので、イオンシネマから選んでいたんですけども、とはいえ、今回ですね、iMAX のスクリーンで見て、プラス400円だったかな、とはいえ1400円で iMAX の映像で見れるので,で、映像というか音響で見れるので,で、そこで見てきました。 で、映画館に着くとですね、あの、でっかくドーンとブラックウィドウとあってですね、アベンジャーズエンドゲームから2年、お帰りマーベル映画っていうねなんかがコピーがありました。で、たまたまなんですけども、前回その映画館に来たのはエンドゲームだったんですよ。あ、そういや前エンドゲームではここ来たのっていうのとこでですね、同じとこで見ることになりまして。 はいそんなところでですね聞きたいをしながら入っていきましたがそうそうそういえばさ事前のね噂というか情報ではこのブラックウィドウにロバート・ダウニー・ジュニアが出るっていうふうになんかで見てたんですけども私気づかなかった出てないんじゃないかななんかね出てあれと思って途中で気づいてそういえば出てきてないなと思ってでエンドクレジットになっちゃってさ で、またマーベルのことだから、エンドクレジットの途中とかに出てくるのかなと思って、ずっと見てたんですけども、出てこなかった。出てきたんでしょうか。なんか過去の映像でね、出演するようなことを言ってたような気がしますが、もしかしたら私が見落としてたかもしれない。もし、見た方 <laughs>、ロバート・ダウニー・ジュニア出ていたよという方がいましたら、どの辺りに出ていたか教えてくださいということで。はい。で、まあ、映画、 の前にですね映画が始まる前に、映画の予告ってやるじゃないですか。ね、その中でさ、スーサイドスクワットがまたやるんですね。第2弾になるのかなで、そのスーサイドスクワットを、今回ね、監督がジェームズ・ガンなんですよ。ジェームズ・ガン監督なんですよ。これ、MCU で、そんなに知名度が高くなかった。 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、これを映画化するにあたって大ヒットさせて、で、ジェームズ・ガン監督も出世作となった、えー、映画がありましてですね、で、MCU で、えー、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーをね、ヒットさせたということで、期待されていたんですが、ある時、えー、マーベルの親会社ですね、ディズニーからクビになりましてですね、でクビになったところ、 マーベルのライバル会社である DC コミックの DC コミックの映画、スーサイドスクワッドの続編ですね。に監督として抜擢されるというね、ライバル会社に抜擢されるということがありましてですね。で、それの予告をやってまして、またね、そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの時もね、選曲がいいのよ。 オールドロックが好きなものとしてはもうたまらない選曲で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのね、サントラとか、あと、スポティファイとかね、アップルミュージックにね、あの、プレイリストとかあったりするんだけど、まあ、それで、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで流れた曲とかが、プレイリストになったりするのが、結構好きで、たまに聞いてるんですけども、今回、そのスーサイド・スクワッドの予告、予告もね、最初流れて、あ、この曲と思って、<laughs> 私の大好きなスティー・リー・ダンの曲が流れてまして、 スティーリー・ランの中でも、えー、上位の、私の中で上位を占める、えー、ダーティー・ワークというですね、曲がですね、流れてました。ダーティー・ワークは、スティーリー・ランの、あれファーストアルバムかなセカンドアルバムかな最初の方の頃の曲で、うん、あの、スーサイド・スクワットってね、えー、なんか、もう捕まっている悪役、ヴィランというか、悪役たちを集めてチームを作るっていう、なんかそういう話なんですけども、 ね、でだからいや,いやいや人助けをするみたいなところもあったりそれにねダーティーワークという曲を当てるというねまあなんかなんかなかいいですね <laughs> ということでスーサイドスクワット見たくなっておりますでマーベルは MCU というところでですね2008年アイアンマンから始まって23作品ね、えー、インフィニティーサーガとしてフェーズ1からフェーズ3 やってましたそれをね、あのー、エピソード2で話しました。でその23作品なんですけどもフェーズ1が6作品フェーズ2が6作品フェーズ3が、えー、2016年「シビル・ウォー」から始まりに始まって2019年の、えー「スパイダーマン」「ファーフローム・ホーム」で終わって、えー、フェーズ3が11作品ありました。 で2019年にね、えーまあ、アベンジャーズ・エンド・ゲームとスパイダーマン・ファー・フローム・ホームで、えー、終わりまして、えー、だから2019年はね、MCU の映画はキャプテン・マーベルとアベンジャーズ・エンド・ゲームとスパイダーマン・ファー・フローム・ホームだったわけですよ。3, 3本ね、2019年にやりまして、えー、そこでフェーズ3・インフィニティ・サーガが終わりましたと。で、実は2020年は1本も映画がなく、 ね、で2021年、今年になって、えー、まずは映画ではなく、ドラマからスタートするということになりました。で、本当はこのブラック・ウィドウも、去年、2020年にやる予定だったんですけども、ね、コロナウイルスの蔓延により、撮影が遅れ、ねあのー、撮影と上映も、ね、遅らせたりなんかして、2021年、なんと7月まで待たされて <laughs>、ようやく公開と。 いうことになったわけけなんですけどもただね、本当はそれより先に、そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの3、3作目が2020年の本当は予定だったんですよ。で、私、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーね、えー、実はリミックスの方から見たんだよね。2本目から見たんだよね。2本目見て、その後 1, 1本目を見たんだけど。 で、えー、ちょっと順番逆になってみましたけども、で、この続編がやると、ジェームズ・ガン監督がまたやるという話にはなってた矢先、まあ、ジェームズ・ガン監督の過去のツイッターのね、書き込みが不適切なものがあったという垂れ込みみたいなのがあって、まあ、その垂れ込みというのはね、まあ、ジェームズ・ガン監督がもともとそのツイッターで、まあ、若い頃と本人は言ってますが、まあいろいろ書いていく中で、 えーまあ、それこそトランプ政権を非難するような、えー、ことをね書いていたばかりにそのトランプを支持する人たちからですね過去のツイッターをこう見られてですね、えー、取り上げられたものがレイシズムや性差別児童虐待なんかのツイートだということで取り上げられて で、で話題になりましてですね、それに対してまあマーベルというよりは親会社のディズニーですよねでまあ子供たちを相手にする商売でもありますのでまあちょっとそれは放っておけないというかですね見過ごせないということでディズニーから解雇ということになりましたでそこでガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの3ですね3本目がまあ、白紙に戻されたと いうことになったんですよでその間ですねまあジェームズ・ガン監督も、まあ、仕事がなくなったっていう感じになったんですけどもなんとライバル会社の DC コミックに拾われるということでですねでスーサイドスクワット、えー、撮っていましてこれがだけどね面白そうなね <laughs> なんかねで、えー、とはいえですねやはりマーベルの中でもジェームズ・ガン監督を支持するファンも多いですし ガーディアンズオブギャラクシーの出演者など、あと、まあ、ジェームズ・ガン監督に交流がある方なんかも、まあ、復活を望んでですね、その後とディズニーと話し合いが持たれて、なんと復活しまして、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを撮れることになりましてですね、まあ、ただ、本当は2020年に公開予定だったんですけども、2023年に公開予定となっております。 でなんかこのマーベル映画 MCU のすごいところはさこう結局まあ俳優とのそのキャスティングのことだったりねこういう監督との問題で単純に一時解雇になってえっ、ー、と復活したけどもその分の遅れだけじゃなくってそれこそ DC のそのスーサイドスクワットとか撮ってたりするから、そっちに仕事が入っちゃってたりするから、そういうのもあって遅れたりするんだよね。で、2023年になると。で、あとコロナウイルスの影響でね、本当はマーベルのドラマシリーズ、えー、ワンダービジョンだったり、ファルコンウィンター・ソルジャーでやったり、ロキが今やってますけども、その前にブラック・ウィドウが本当は公開されるはずだったのが、順番が変わってきた,ったりするでしょ。で、それによって、 あの脚本を変えなきゃいけないわけですよ。で、単発単発の映画だったらまだしも、マーベルの場合は世界観を共通するということで、ね、例えば、アイアンマン1,2,3ぐらいで、ね、公開時期がどずれるとかなっても、順番が変わることはまあないじゃない。ね、で、公開時期はちょっとずれるから、まあちょっと感覚が開くっていうのはあるかもしれないけど、この MCU の場合は、公開がずれて、 発表する予定だったものの順番が変わるんだよね。それに対して、あの話をね、うまくつなげなきゃいけないじゃない。複数作品で話があるからさ、ストーリーがさ。まあ、そういうのもあって、難しいと思うんだ。脚本とかの調整とか。けど、それをうまいことやってたり、そういうのを、まあ、ある程度、逆手にとってというか、ね、とこも含めて、 えやまあ脚本も考えて見せてくれるっていうところがすごいなと思いますよ。<laughs> えで今回の「ブラックビデオ」もそういう意味じゃとてもあのー、ドラマシリーズと違和感なく関連がありましてでまあケビン・ファイギー社長かなもう言ってますがドラマを見てない人にも話がついていけないってことはないようにということでね。まあ、ディズニープラスはもう本当に サブスクリプション登録しうんその見てない人でも映画だけでも話が通じるようにっていうことはね考えてくれてるようで,でしかもそのドラマシリーズを知ってればより楽しめるこれはあれだね原作のコミックを知ってなくても映画だけでも楽しめると知ってたらより楽しめるというネタが結構入ってくるんだけど、まあ、そういうのにも近いかなっていう感じですね。 まあただ個人的にはね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは好きな作品ですし、そのマーベル映画がね、えー、より宇宙に広がってっていうかね、マーベル映画の MCU の世界を広げた作品だと思うので、あのコメディ要素というかね、軽いノリのところだったり、あのインフィニティ・ウォーとかでもね、あの最初重いスタートだったりしても、このガーディアンズたちが出てくるパートになると、ガラッと雰囲気が変わってね、 <laughs> なかなかいいね、あのー、転換になったりするので、まあ、そういう意味で好きな作品で MCU の中にあってよかったかなと、最初ね、大丈夫かなって <laughs> いうのはありましたが、実にあの、よく、もう、インフィニティーサーガーの中でも重要な映画かなと思ってますが、その続編が見れるということでですね、そう、ガーディアンズの中でも好きなキャラクターっていますか <laughs> 私ね、 まあ、ロケットが好きなんですよ。<laughs> あの、アライグマのね。アライグマだったよね,こうね。アライグマのロケットが好きなんですけど、ジェームズ・ガン監督も自分をね、ロケットに、えー、投影してるというか、はい、ところがあって、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3を撮れずに降板になった時に、そのロケットの話を完結できなかったのが心残りだっていうようなことを言ってるんですね。うん。で、これは結構、えー ガーディアンドブギャラクシー1、2とあってね、ねで、インフィニティ・ウォー、エンドゲームがあって、ガーディアンドブギャラクシー3で、一旦完結させるつもりでいたらしいんですよ。で、その中で、まあ、ロケットの話、結構今までってさ、ロケットの話、あんまり深くは出てきてないんだよね。まあ、ピーター・クイルの話とかね、ガモーラの話とかは出てきてるけど、まあ、ロケットとグルーとか、 ね、の話ってそんなに深くは追ってないんだよね。で、そのロケットの話を完結させたいって言ってるようで、えー、ロケットファンとしてはその辺がガ、えーディアンズ・オブ・ギャラクシー3楽しみでおります。はい。で、ただですね、えっ、ー、と、まあガーディアンズ・ギャラクシー3が延期になったというところなんですけども、そのガーディアンズたち、実はそれまでに 出てきます。<laughs> MC の他の作品に。えー、一つが、えー、マイティ・ソーラブサンダーに出てくるという予定ということになっているのと、まあ、これはね、ジェームズ・ガン監督が、えー、と撮るのかな、2022年にディズニープラスで配信予定のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーホリデー・スペシャルというものがですね、えー、予定されています。その後に、 ボリューム3という形でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーがやるんじゃないかなというところになっているようですね。まあ他にもねディズニープラスの方でグルートのオリジナルシリーズ、アイ・アム・グルートっていうのもなんか企画されているようなことがあって、まあまだまだちょっとねいろいろ出てきそうではありますで。なんでね、ジェームズ・ガン監督の まあ『ガーディアンドブギャラクシー』ホリデースペシャルの方が映画よりも先なのかなで、えー、とボリューム3ですね第3弾は、まあ、当初の脚本からそこまで大きく変えなくても済んでいるよみたいなことを言っているのでまあありに完結編まあ一つのねシリーズとして完結の話になるのかなというふうに思っているんですけどもどうなるでしょうか さて、ここで一曲、曲を流したいと思います。またいつものように、ジャメンドゥの方から流しますが、えー、まあこの番組はですね、チャプター機能というものを入れてまして、ポッドキャストのですね、アップルポッドキャストであったり、Google ドキャストなどでは、チャプター機能、まあ、目次機能ですね、を利用することができますので、えー、ご利用ください。で、えっと、オーバーキャスト、えー ポケットキャスト、ダウンキャストなどのサードパティのアプリによっては、えー、チャプターの中にリンクが埋め込まれていますので、えーまあ、アーティストの曲なんかの場合は、そのアーティストの曲のページに飛ぶことにできるようになっております。とともに、概要欄の方にですね、えー、リンクがあります。サイトの方にもリンク先などは載せておりますので、ご利用ください。ということで、曲を流したいと思います。 えー、曲の方がですねドイツのアーティストになりますアイーレで This is War。 No one knew not the truth, I tried to run away Hey, yeah hey. war when truth look like lies Lies look so true, there's darkness inside Twisting my mind, the outcome of it all oh, My faithful aside It's a war when truth look like lies Lies look so true, there's darkness ということで、ドイツのアーティスト、アイレで This is War、wow、という曲でした。そうでね、ジェームズ・ガン監督は、そのガーディアンズたちの映画を撮る前に、えー、このね、スーサイド・スクワットで脚本と監督を務めておりますが、だから DC とマーベル、両方のね作品で監督をするという <laughs> 形になりまして、まあ、ガーディアンズにも、ね、通ずるスーサイド・スクワットはですね、 決して全人じゃない。<laughs> ヒーローって感じの人たちじゃないけれども、チームを組んで、えー、課題に取り組むみたいな感じのね。結構ノリがだから似てるところはあるのかもね。うん。だから多分、ジェームズ・ガン監督の得意なパターンだとは思うので、ちょっと楽しみにしつつ、そう、MCU はね、まあ、2008年からやって、えー、今回24本目となるんですけども、まあ、DC コミックの方もですね、 まあとからなんだけど、まあ、MCU の成功を見てとは言ってはいないんだけど、まあ、見てなんだろうなと思いながら、DC コミックの方もですね、ユニバースという形で複数の作品で、えー、共有するっていうね、世界観をっていうのを出してきてます。で、これも、えっと、ただ、最初はね、DC ユニバースみたいなことを言われてたんですけども、多分マーベルの真似って言われたくないとは思うんだけど。 えー、DCEU って言いますね。DCEXTENDED UNIVERSE というふうに呼ばれているようです。これ、正式名称なのかななんかファンの間で言い出したっていうようなこともあってですね。で、その DCEU の作品が、えー、とね、どれかというと、えー、それが始まったのがですね、えー、2013年なんですよ。2013年の。 マン・オブ・スティールが一番最初と。これスーパーマンの話ですよね。えー、2013年のマン・オブ・スティールから、えー、バットマン VS スーパーマンで、えー、スーサイド・スクワット。で、ワンダー・ウーマン、ジャスティス・リーグ、アクアマン、シャザム。で、ハーレー・クイーン、華麗なる覚醒で、えー、去年のワンダー・ウーマン1984っていう作品がですね、えー、DCEU です。 なので、1,2,3,4,5,6,7,8,9作品かな ?9 作品が DCEU の作品なんですけども、よくよく見るとね、私この中で見てんの、スーサイドスクワットだけなんですよ。その最初のね。まあ、今度その新しい第2作目が出ますけども、スーサイドスクワットしか見てないやと思って。この MCU との差ね。<laughs> で、ちょっと前に、ジャスティスリーグのね、あの、まあ、ディレクターズカット版 みたいなのが出て話題になってましたが、考えたら私ここ、ここら辺の作品見てないからさ、<laughs> いきなり見ても楽しめないなっていうのはちょっと思ってはいるんですけども、まあ、スーサイドスクワットは見て、まあ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 面白い部分はあったかなと思いながら、ハーレークイーンとか見てないからね。<laughs> ねえ、この温度差がすごいですよね、まあ。とはいえ、スーサイドスクワットの続編はちょっと楽しみになっております。で 今度ね、その、この DCEU の中で、ザ・バットマンという形で今度やるんですよね。これが若い頃のバットマンを描くということで、主演がね、ベン・アフレックではなくて、ロバート・パティンソンというね、あの、テネットのニール役の人がやると。これもだから DCEU に含まれるのかなまあ、DC コミックが原作なんですけども、 えっと、ホワキン・フェニックス主演の、2019年だね。2019年のホワ、ホワキン・フェニックス主演のジョーカーね、大ヒットしましたけども、これは見に行きましたけども、これはこの DCU には入ってなかったみたいです。なので、私は本当にスイサイでスクワットだけみたいな感じになっておりますが、えー、多分ね、あの、好きな人は両方ね、結構見てると思うんですけども、私はね、MCU は二回しぐらい、三、まあまあ、回し結構見てる。MCU は何回か、 同じ作品も見てるんですけども、まあ、そんな形でございますよとまあただちょっとこのねジェームズ・ガン監督きっかけにもう少し見てみようかなっていう気もしなくはないはいはいということで後半に、ね、なりましてえー、いよいよ <laughs> あのブラックウィドウを見てきた話をしようかなと、ちょっとネタバレも含まれるかと思いますので、ここから先は、えー、映画を見た方、推奨でございます。まあ、もちろんね、ネタバレ構わないっていう人は、あの聞きいただいても構いませんがということになっておりますよと。はいということで、今回ね、ブラックウィドウなんですけども、えー、ナターシャ・ロマノフ、ね、ブラックウィドウ。えーと結局まあ エンドゲームで、ね、ナターシャ・ロマノフは命を落とすことになりました、はい、ソウルストーンを、えー、取りに行くというところでですね、クリントバートン、ねえー、ホークアイのクリントバートンと2人で取りに行ってどちらかが犠牲にならなきゃいけないっていうのでナターシャ・ロマノフが、えー、犠牲になって命を落とすというで、えー、とサノスの指パッチンで消えたわけじゃないから生き返らないという、ね、ことになった てていなのに、ブラック・ウィドウの単発映画が出るということでですね、まあ、どんなストーリーになるのかっていうのは、結構わからなく、ね、原作知ってる人は少しはそういうネタがあったんでしょうかね、えー、わかりませんが、でえー、とどうも話としては、ね、もちろんねエンドゲームの前の話です。えー、時代としてはシビル王、キャプテン・アメリカの後、ね、あそこで底ビア協定ということで、ね、あの、 政府の監視下にいなきゃいけないけども、えー、隠れていてと、まあ、そこ辺や協定に違反したということで、拘束されそうになったところを逃げ出してというところでですね、えー、からスタートします、話がですね。で、なので、そこ部屋協定に違反したっていうことで、捕まえに来られるところから始まるというところなんですけども、えっ、ー、と、ね、その中で話は出てましたが、 キャプテンアメリカのスティーブ・ロジャースと、えー、ナターシャ・ロワノフだけが逃げて、あとは捕まってしまったよみたいな状況だったようですね。で、えっ、ー、と、このシビル・ウォーの後要はその逃亡生活の中で、ね、みんなから離れて逃亡生活の最中、何をしていたかっていうような話だったということですね。で、こっからインフィニティ・ウォーにつながっていくというような感じのようです。ね、時代としては。 で、その前に、本当に幼少期の回想シーンなんかも出てきまして。うん、で、えー、っとね、私ね、このアベンジャーズの中、このナターシャ・ロワノフとクリントバートあたりが好きなんですよ。なんて言うんだろう、えー、超人結成も打っていなければさ、<laughs> あのパワードスーツ部が持ってるわけじゃないと。で、魔法が使えるわけじゃないと。まあ、してや、緑の怪物になれるわけじゃない。まあ ある意味、ただの人間なんだよね。もちろん、あの、えー、戦闘訓練を受けていて、むちゃくちゃ強いっていうのはあるんだけど、で、その中でも、その、ホークアイとね、ナターシャルモンのブラック移動は、もう、基本人間と。<laughs> あの、変な超能力とかがあるわけじゃないと、超人パワーがあるわけじゃないと。けど、むちゃくちゃ強いってなんかその辺がね、好きなところで、まあ、ただ、ホークアイはね、若干反則的なところあるよね。あの弓矢が、 えー、100発100中みたいな、なんかそんな設定でしょ <laughs> なんか <laughs>。ね。に加えると、ナターシャの場合は、本当にスパイモンって感じだよね。なむちゃくちゃ強いんだけど、で、なんか変な道具は持ってんだけど、だから、どっちかというと、あの、ミッションインポッシブルとかとなんか、とあれに近い感じはあるよね。うん。で、あの、エージェント・オブ・シールドとかでも、あの、 強いエージェントいっぱい出てくるんだけど <laughs>、で、なんかそっちでも話は2人なんだ2人のことはちらっと出てくるのね、シールドで活躍時代みたいな話とかね。けど、エージェント・オブ・シールドも私はね、あの科学者の2人ね、フィッツとシモンズっていうのがいるんだけど <laughs>、そこら辺が好きだったりね、ちょっとそういうなんだろう <laughs>、チートじゃない役回りの人って好きなんですよ。たださ、この、えー、ナター・シャロモノフ、最初に出てきたのは、えー、アイアンマン2ですね。 で、アイアンマン2に最初出てきた頃に、こう、こんなにアベンジャーズの中心になるとは思わなかったよね。アイアンマン2から出てきて、まあ、トニー・スタークとの関係もありながら、キャプテン・アメリカにも出てくるんだよね。で、最初のアベンジャーズにも出てきて、重要な役回りだったりというか、結構、あの、アベンジャーズのチームをさ、つなぐ役目になってるよね。エイジ・オブ・ウルトロンなんかでも、えー、ハルクとかとね。 心を通わせてというかハルクをコントロールするようなところがあったりとかで、えー、過去にクリントバードンともなんかあったかなっていうのもあるじゃんでその時に会話でさブダペストでなんかあったっていうような話が出てきてて今回そういう話も出てくるかなと思ったらちょっと出てきたね、うん、ブダペストの話がねでだからそういうアベンジャーズのチームの中で結構みんなをつなぐ役目をしている感じがあって、まあ、それがアベンジャーズのエンドゲームでね。 まあなんかリーダーダ的なな役目で、ね、いましたよねなんかそういう役回りだったのでほらあんなさ自分勝手なヒーローね変な特殊パワーとか <laughs> 神様とかね <laughs> 宇宙から来た神様とかそういうのかの中で、まあ、一応取りまとめる役回り、まあ、大変そうでしたけどもやってたりと,というところでですね あの非常にこのアベンジャーズの中では重要な役割周りだったかなと思うんだけどでそのまま命を落としてしまいましたがねで、まあ、そのナターシャ・ロマノフのね単独映画というのはちょっとやっぱ嬉しい感じで今回事前に分かっていたところでいくとエレーナというのが出てくるとナターシャ・ロマノフの妹だとで、えー、コミックでは 2代目ブラックウィドウになるというエレーナということでですね、まあ、どんな話になるのか、そこで引き継がれるかっていう話になるのかっていうのがあったんですけども、で直前には、えっ、ー、と、ナターシャ・ロマノフの父親と母親も出てくるというようなことが出てきました。で、父親が、えっ、ー、と、レッドガーディアンというロシアのキャプテンアメリカみたいな、えー、キャラクターだったようなんですけども、 まあ、その辺が出てくるんですけども、ええー、まあ見ていくと、本当の家族じゃないんですよね。<laughs> 疑似的な家族。で、結構今回ね、出だしから、まあちょっとどんな話になるか全然わかんなくって、うん、どんなのかなと思いながら見てたけど、結構重ためで、えー、マーベル映画の中では、なんだろうな、 それこそアイアンマン、トニー・スタークなんかもそうだけど、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもそうだけど、結構ふざけた <laughs> キャラクター,、えー、軽い冗談を言うキャラクターっていうのがいたりするんだけど、まあ、今回そういう人が最初出てこないと。うん。だからそういう意味では、キャプテン・アメリカとかとノリが近い、ちょっと重い感じのスタートだったんですね。その中で印象的だったのが、あの、ニルバーナの曲がね、 あの他の人がカバーした曲が流れてました。えー、ニルバードのヒット曲ですね。えー、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのカバーですね。女性ボーカルの人が歌っているカバー曲が流れました。それがね結構あのダウナーな原曲元曲よりもダウナーな感じでちょっと重い感じのダークな感じのカバーでなんかいいなと思って。と思ったら、えー、この曲はですね この今回のためのカバー曲ではなくてですね、2015年に発表された曲だったようです。マリア・ジェイという方がカバーした Smells Like Teen Spirit という曲ですね。えー、これ、あの Apple Music とかにもありましたので聞いて。まあ いいなと思いました。あのね、私、どちらかというと、ニルバーナよりもパールジャム派だったので、そんなに聞いてなかったんですが、えー、この曲はもちろん有名な曲なので、何度も何度も聞いてますし、人がカバーしたのとかも聞いてましたが、今回のカバー良かったですね。えー、で、非常に出だしの方、オープニングの方でこの曲が流れて、まあ、この曲を表すように、ちょっと重いね、回想シーンなんだけど、どちらかというと、暗い回想でっていうとこでした。で、その後、エレーナがね、出て、 るる感じにななんですけども、えー、なんかふいにエレーナが洗脳されてたのが洗脳が解けてみたいなところからねその後、えー、ナターシャと合流してみたいな形になるんですけどもこうなんだろうな結構シリアスな感じで進んでいってねで、えーまあ、義理の義理の父親というかもうスパイまあスパイの話だからねうん。で父親も母親も、まあ、結局はスパイだと。 ね、いうところで、あのーまあ、シールドに、えー、潜入してただそれはシールドと言いつつ実はヒドラだったというこれさ映画しか見てない人分かんのかなこのシールドとヒドラのさ話ってさそれこそエージェント・オブ・シールドで結構詳しくやるんだけど、うんあのー、シールドっていうのがね、まあ、ヒーローたちをバックアップする組織。 で、ヒドラっていうのが、どちらかと,いうとナチスをベースにした、元にしたような組織で、まあ、悪空の組織的なものね。で、シールドとヒドラとの対立があるんだけど、えっ、ー、と、エージェント・オブ・シールドの方の中であったんだけど、シールドの中に、ヒドラの幹部とか、まあ、ヒドラの人たちが、結構数たくさん入り込んでるわけですよ。まあ、その辺は、その、インフィニティ・ウォー、 かエイジオブルトなんか違うあれはあけどその辺かなんかそういうとこでも出てきたかなけどそんな詳しくやってないよな、まあ、その辺ねエージェント・ブ・シールドで結構詳しくやっててシールドの中にヒドラが入り込んでいて、えー、結構牛耳っていたとである機会にもう転覆させようみたいなことが出てくるとだからそのヒドラが、えー、牛耳ってたシールド ところにね潜入して情報を奪うという偽装家族のための家族が今回出てくというところですね。で父親がそのレッドガーディアンズというアレクセイですね。<laughs> でまあアレクセイは結構捕まって投獄されてたんだけどまあナターシャとエレーナで脱出させるってところなんですけどそれも脱出させたのも、えー、別に純粋に助けるというわけじゃなくってどちらかというと恨んでいるっていうところもありながらね。 で、またまたくせ者なのが母親の方なんだよね。そっちの方が、その裏の、えっ、ー、と、まあ、ナターシャとエレーナを洗脳してたレッドルームの結構重要な幹部的な位置にあって、ね、実は黒幕は母親の方なんじゃないかみたいなところがあったりね、まあ、その上の黒幕もいるんだけど、で、途中ね、この家族4人が揃うっていう状況になるんですけども、そこまでは重かったけど、そこからなんか,な,なんかだんだん面白くなってきて、 <laughs> ね、そのアレクセイが昔のスーツ <laughs> レッドガーディアンズ時代のスーツを着ようとするんだけど太ってなかなか着れないっていうところ、まあ、この辺見てたらねあのディズニーというかピクサー映画ですねピクサー映画のミスター・インクレディブルをとても思い出しまして <laughs> まあ赤っていうのもあるしねいやミスター・インクレディブル見たくなったなと思いましたねあれも、まあ、父親が怪力の、えー、ヒーローと母親が、えー、と結構 重要なまあ頭もあるし、えーまあ、体が伸び縮みするんですけどもファンタスティック4っぽいところもあるんですがはいで、えー、子供たちも特殊能力を持ってるっていうなんか周りにねあの隠れて特殊能力あることを隠して普通に偽装で生活してるっていうねで裏でヒーロー活動をしてるっていうミスター・インクレディブルねなんかそれをなんか思い <laughs> 出しましたね <laughs> で、まあ、その辺がちょっとね なんかずっと重い感じでシリアスなんだけどなんかそれが逆に面白くなってきてまあその時結構楽しめたんですけどもまあ結局あのー、クリントバートンと一緒になのかなそのレッドルームで洗脳されて訓練されたナターシャ・ロワノフが、えー、そこからやめる抜け出すためにね、えー、そこでの黒幕ドレイコフを殺して。 え組織から抜け出したと思っていたけども、妹エレナからの話ではドレイコフは死んじゃいないと、レッドルームまだあるというところでですね。で、そのレッドルームをさらに、まあ、再びきちんと解体するために、姉妹、力を合わせて動くと。で、その情報を引き出すために、父親を脱出させて、牢獄からね、脱獄させて、話を聞こうとしたけども、あんまりよく知らないと。で、その、 偽装の母親の方が知ってるはずだと。あっちの方がもっと近かったからというところですね。で、母親がもう死んでたと思ったんだけども、実は生きてるよというところで、会いに行って話を聞き出そうとした時に家族が揃うというところになるんですけども、まあみんなだから、裏切られ、裏切られみたいな感じで、まあなんかスパイ映画の醍醐味な感じですよね。まあ、ある意味ベタな展開ではあるんだけども、 まあ映像も含めて、やっぱ映画ね、ドラマも最近、マーベルのドラマでも、ドラマとは思えない映像とかもしてくれるけど、やっぱ映画なのでね、やっぱすごかったですね。はい。あの、雪崩のシーンとか、まああれは CG だったりするんだろうけど、けど、なかなか迫力がありましたね。で、その中で、タスクマスターっていうのが出てくるんですよ。うんと、まあ敵側、ヴィラン側ですけども。 で、タスクマスターって、えー、多分原作にもあって、コミックにはね。で、私は、えっ、ー、とね、ディズニープラスとかでさ、そのマーベル映画とともに、マーベルのアニメーションとかもいくつかあるのね。うん、そのアニメ版の、あの、アイアンマンとかスパイダーマンとかそういうのもあったりするんだけど、なんかその中で見たことあるんです。えっ、ー、と、相手の能力、見たものの能力をコピーするとねいうところで。だから今回の映画の中でも、 キャプテンアメリカの盾みたいなのも持ってて、盾を使って攻撃してきたりとか、それこそホークアイみたいな弓矢を撃ってきたりとかね、だからそういう事前に見たものをコピーしておくというところで、ナターシャ・ロマノフがえ仲間として戦,ね戦っていたアベンジャーズの他のメンバーの動きとか特殊能力というか戦い方をしてくるというところでですね、そういうで今回だからさ。 特殊能力というかスーパーパワーがあるわけじゃないなターシャ・ローマノフだからさ純粋にアクションシーンだよね <laughs> いやーでさーもともとはアイアンマン2で出てきて最初そのなんだろう秘書的な役割で秘書じゃないなそのアイアンマントニー・スタークの会社スターク・インダストリーの中で社員として雇われてうん まあ仕事に来る中で、えっと、ハッピーホーガンだよねとか、とスパーリングするためにとで、ね、リングに上がって戦おうとしたらむちゃくちゃ強かったと。うん。<laughs> で、むちゃくちゃ強い、ね、なんか正体不明の美人な秘書みたいな形で入ってきて、ね、で、最後の方でね、まあ実は、 あの、フューリー長官の命令で、実は近寄ってきてたっていうのが分かったりね。まあ、その段階では、なんだろうな、フューリー長官の部下で、むちゃくちゃ強い女の人っていう立ち位置で、こういうブラックウィドウっていう形で、アベンジャーズの中心になるとは分からなかったけど、まあ、ただその頃からね、あの、すごくアクションもよく面白くてですね、ね、あの、すごい見応えがあるキャラクターだったんだけど、 スカーレット・ヨハンソンじゃないでスカーレット・ヨハンソンのイメージってさ、え結構前のソフィア・コッポラの、ね、監督の、ロスト・イン・トランスレーションっていう映画でね、出てきてたイメージだったからさ、その時はまだ10代だったのかな、スカーレット・ヨハンソンが。で、ビル・マーレーの演じる中年男性と、スカーレット・ヨハンソンが、まあ、舞台が東京でね、その東京で、 まあ見知らぬ国で、えーね、周りに日本人で見知らぬ国で言葉がわからないようなところで、まあ、孤独感を味わっていく中でビル・マーレーとスカレット・トゥ・ハンズの役の2人がね別に恋愛に落ちるわけじゃないんだけど落ちそうなんだけど落ちるわけじゃないんだけどっていうなんかそういう交流の話だったりしてなんか結構そういう繊細なね感じの映画だったんでそのイメージがあってでアイアンマン2でバリバリアクションするじゃない <laughs> で本当にはその ハッピーと二人でなんかどっかにね、潜入っていうか、突入するときも、もうハッピーが必死恋で一人やっつける間に、周り全部やっつけちゃうみたいな、むちゃくちゃ強いじゃんっていう役、周りね <laughs>。で、その頃からもアクションが結構キレキレだったけども、今回、最初のエレーナとね、戦うところもあったりもするけど、あとそのタスクマスターとの戦いとかも、まあ本当に純粋なアクション、変なね、 えー、ハンマーがあったりとかね <laughs> だ。なんかね、MCU もさ、アイアンマンの最初はさ、もうトニー・スタークがもう手作りで作ったアイアンマンスーツで、えーまあ、脱出してっていうところからさ、その映画が進むにつれてだんだんすごくなるじゃん、そのアイアン,スーアイアンマンスーツがさ、パワードスーツが。で、しまいにはもうあのナノテックとか行って、なんかポチッと押したら、 ビーンって出て出るのどっかから飛んできてカシャンってじゃなくても、ね、どっかからともなく現れてスーツになるっていうさ、だんだんすごくなってきたり、あの宇宙からの神様がさ、来たりとかさ、えー、超人結成とかなんか、で、だんだん宇宙とかね、そ,のそれこそキャプテン・マーベルみたいなやつが出てきたらさ、もう反則じゃんでだんだん話が広がって、そのパワーのインフレ化が起こっていってるわけじゃん。まあ、そん中で、まあ、純粋なその、 まあ、スパイ、まあ、戦闘能力、人間のレベル <laughs> 超えてはいるけど、まあ、ただ人間としての戦闘力能力っていうところの、あのー、今回の映画。で、普通にアクションシーンはもう本当にちゃんとしたアクションシーンっていうのが、ね、タスクマスターもそのー他のアベンジャーズのメンバーの戦い方はしてくるけど、むちゃくちゃ超人離れした強さっていうわけじゃなく、ね、まあ、ある意味、今回 非常にその良かったそういうところがなんか普通に普通にスパイ映画っていう感じだねで世界観としては MCU の中でのスパイ映画っていう感じでそういう意味ではむちゃくちゃな設定じゃないのが良かったですねでその「タスクマスター」っていうのはえっとだからアニメでも見たこともあるし 喋っってるシーンとかかもあったんじゃないかないで、実は原作のコミックとかでも、えっ、ー、と、正体はなんかあって、で、今回映画だと、多分その正体が違うんですよ、原作と。で、誰かがね、この公開前に予告編を見て、動き的に女性じゃないかって言ってた人がいて、いやー、当たってたからすごいね。<laughs> はい。でう、そのタスクマスターとの戦いもありながらね。 でえっ、ー、とーまあ結局最後ね、あのー、なんとかレッドルームを解体するという話になりましたけども、まあエンドクレジットに入ってね、えー、結局今回の話が、えっ、ー、とー、シビルウォーキャプテンアメリカの後の話でインフィニティウォーの前の話だったんですけども、エンドクレジット流れる時に、あれ、トミー・スターク見てないぞと思いながらね、 途中出てくるかなと思ったら出てこなかったですね。で、エンドクレジット出てきたのが、えっと、ま、時が経った後のエレーナが犬を連れて出てきましてですね。で、どこに向かうのかなと思ったら、ナターシャ・ロワノフのお墓に向かっていきましたね。で、ナターシャ・ロワノフの墓の前にいると、隣にふと現れる女性。これが、あれですね。ファルコンウィンター・ソルジャーのラスト。 最後の方に出てきて、ね、えー、そのドラマの中で、サムが国に返した盾を受け継いでね、二代目キャプテンアメリカとして出てきたジョン・ウォーカー。ね、ジョン・ウォーカーに接近して、U.S. エージェントという名前を与えてというかヒーロー名を与えて、えー、今後、何か組織のリクルーターみたいな形で出てきたんだよね。バレンティーナっていう女性ですね。 まあそのファルコウィンター・ソルジャーでも最後バレンティーナが出てきて、まあ、US エージェントという、ねえー、ヒーロー名を与えたジョン・ウォーカーをリクルートしてた感じで終わりましたけどもそのバレンティーナがエレーナの横に立っていると。でどうやら顔なじみのようでというかもう雇い主として契約しているという感じで報酬をあげてもらわなきゃいけないなみたいな話をしてるじゃないですか。 ってことは、そのバレンティーナのいる組織の仕事をエレナがしているというような感じで終わるということでですね。これ、つながっていくんだと。ね、それこそ、US エージェントと絡んでくる可能性が出てきたなと。で、このバレンティーナが、こういうふうにいろんな、また人を集めているのかなっていう感じがあるじゃないこれ で、その、MCU のね、インフィニティサーが最初の方でさ、えー、アイアンマンの映画に、ニック・フューリーが出てきて、アイアンマンをスカウトするようなところがあったと思います。でね、キャプテン・アメリカとかね、そういうところも、えー、スカウトしてっていう感じがあって、ニック・フューリーが、いろんな人をスカウトして、アベンジャーズっていうチームを作ったところがあるじゃないそれに習って っているようなで原作とかでは、えー、悪のニック・フューリーみたいな言われ方をしているキャラクターみたいなんですよこのバレンティーナがですねでまあ本当はねシールド側にいたのかなニック・フューリーの恋人だった時もあったようなんですけどもその後悪に転じてっていうのがあったみたいでもしかしたら最初から悪側に回っていそうな気もするんですがですのでね 悪のニック・フューリーという立ち位置で、ね、いろんな人をスカウトして、ヴィランのチームを作っているのかなもしかしたらヒーローのチームなのかなどっちかなっていうのがまだわかんない感じね。うん。この、なんか、味方なのか敵なのかわからないっていう今まだ状況ですけども、その MCU の最初の方の、 ニック・フューリーがやっていた役割をこのバレンティーナがやっているというところが見えてきてですねああなんかフェーズ4始まったなっていう感じがねすごくしましたねで期待させる終わりでした、えー、そういう意味じゃフェーズ41本目の映画としてはとても楽しめた感じじゃないかなと思いますそのインフィニティサーガーのナターシャ・ロマノフの話から この次の次話へバトンを受け継ぐっってていうようよな感じに見えてよかったで、すねでこの中では、なんかちゃんとエレーナにブラックウィドウを受け継ぐっていうようなところは一切描かれていないけども、まあエレーナ側が意志を継いでっていうような感じがね、まあ、ただ意志って言ってもね、なんか正義のためとかそういうわけでもなく、うん、なんかもうそのレッドルームで鍛えられたというかね。で、まあ。 義理ではあるけど、偽物ではあるけど、姉妹だったというところで、で、その家族もね、要はみんなバラバラだったけども、最後はね、一応協力してレッドルームをやっつけるという、解体するというところでですね、一応家族としての絆を作って終わったっていうところがあってね、で、そのバレンティーナからエレーナに対して次の標的だぞっていう形で見せられて、あなたの姉を死に追いやったやつだから、 興味あるだろみたいな感じで見せられたのがクリントバートンのね <laughs> 映像でしたでこれからどうなるかなんだけど確かホークアイのドラマが予定されてたんだと思うんだよねただホークアイってドラマだよねとだからこのエレーナが次出てくるのがドラマなのかなんなのかその辺もね気になるとこですね いやもうだけどディズニープラスがさそのドラマへの力の入れ具合もなかなかすごいよねそうでホークアイはね基本好きなのでええー、ホークアイと戦っちゃうのっていうちょっとねええー、見たくないというふうな思いもありながら、えー、まあ、ただそう今回、えー、エレーナを演じていたフローレンス・ピューさんですね えとどうやらなんか制作人監督からとかも評価が高くまあなんかすごく気が強いから怖いみたいな評価もしてましたがフローレンス・ピューさんねすごく良かったですよねそのまあ元々ねスカーレット・ユハンソンが好きなのであのー、そこはそこで楽しめたんですけどもいやこのフローレンス・ピューもう負けちゃいないなという感じですごく魅力的でこれねちょっとこの間このね ブラック・ウィードの話を会社でしていて、フローレンス・ピューが気になるって話をしていて、エレナ役のね、えー、あれです、見ようと思って見てなかった映画がミッドサマー、2019年の映画ミッドサマーに出ていた女優さんということで、えー、このね、フローレンス・ピューが良かったですね。ミッドサマーも見なきゃなっていう感じになりましたね。はい。で、このフローレンス・ピューが見れるっていうのは、とても嬉しいんだけども、ホークアイと戦うのかっていう複雑な気持ちです。 いやーけどスカーレット・ヨハンソンの出番がこれで一旦終わってしまうのかなというのはちょっと寂しいところですね、えー、まあマーベルとしてはねスカーレット・ヨハンソンと今後何らかでタッグが組めればっていう継続希望はしているようです本人としてはどうなんでしょうね例えばあのロバート・ダウニー・ジュニアがねまあそろそろ引退っていう気持ちはね年齢からして <laughs> 分かるところはあるんですけども まあでえっとまあキャプテンアメリカやってたクリス・エヴァンスもまあキャプテンアメリカのイメージがつきすぎちゃってっていうところもあるだろうからあとどちらかというとねクリス・エヴァンスって裏方希望だったりするところもあるんだよねうんだからまあちょっと引退というかまあマーベル作品としては引退っていう気持ちはわかるけどスカーレット・ヨハンスはまだできそうな気がするじゃない。 なぜスカーレット・ヨハンスを殺してしまったんだみたいなナターセロマドフを殺してしまったんだみたいなところはありますけど、えー、私としても継続希望でございます。<laughs> よろしくお願いしますマーベルさんみたいな感じですね。<music> はいということで、えー、ブラックイドですが。 皆さんどうでしたもう私はね、その、変に特殊能力とかがあるヒーロー映画じゃなく、だから今回ヒーロー映画っていう感じじゃないよね。もう完全にスパイ映画っていう感じで、そういう意味で楽しめましたね。はい。まあ、スカレットゥ・ハンズも好きなので。<laughs> あと、フローレンス・ピューっていう、ちょっとね、女優さん、気になりますね。ちょっと、ミッドサマーも見ようかなと思ってます。 はい。ということで、また今回も最後にハッシュタグ紹介をしていこうかなと思います。えー、ハッシュタグ、ポトフさん、ポトフカタカナさんひらがなで Twitter などに投稿いただいたコメントなんかを読んでいきたいなと思います。えー、前回どこかな ?7 月7日からかなあ、違うな。これだな。7月6日。 くや、えー、さんからですね、ゆるゆる聞いていますというポッドキャストの中に、えー、Amazon 回を入れていただいております。これ、あの、ミニで話した Amazon のポッドキャスト対応のことですね、負けじと追随してますよみたいな話に対してだと思いますね。ありがとうございます。と、えっ、ー、と、同じく7月6日に、えー、ヌヌさんからも、今日聞いたポッドキャストの中に入れていただいておりますね。 えー、6月28日から7月1日、あもっといったかな、7月4日までを聞いていただいております。ありがとうございます。えー、と、えー、たまには、昨日今日聞いたポッドキャストをつぶやくかということで、サッパさんからも、はい、7月6日に、ハッシュタグ、ポトフさん入れていただいております。 ありがとうございます。あと、あやほさんからも7月7日、えー、ハッシュタグポトさんを入れて、今日聞いたポッドキャストに入れていただいております。ありがとうございます。と、7月7日ですね、えー、加藤さんの方から、えー、ハッシュタグポトさんで、オーダーシティ、そんなことになっていたんですね。使う予定しばらくないから、アンインストールしとこうかな。いや、いいかというようなコメントをいただいております。これは右の方で話しました内容で、 オーダーシティがですね、ちょっとスパイウェアになっているんじゃないかっていうのが、海外の掲示板などでですね、言われていましてで、知らなかったんですけども、オーダーシティってはその、まあ、無料でね、使える編集ソフトとして、もう有名というか、私もポッドキャストやり始めた、もう17年、16年前、ポッドキャストやり始めた時から使ってる。で、Windows 版、Mac 版、Linux 版っていうのが用意されて、無料で使えるっていう編集ソフトで、全然機能的にもね、十分な。 で最近はね、ちょっとロジックプロを買ってからはほとんど使ってないんですけども、これが少し前に買収をされたみたいんで,で、その買収したところが、そのユーザーの情報を集めるようなプログラムを入れて、利用規約を変えているというところでですね、えー、海外で話題になっているようです。まあ、とはいえですね、まあ、個人情報といっても IP アドレスとかが取られるみたいなので、特定できるといえばできるんだけど、 どうまあ、使ってる OS とか、そういうところの情報ということで、まあ、どこまで危険があるのかわからないですけども、まあ、ただ使っていないんだったら、まあ、インストールしといてもいいんじゃないかなとは思います。<laughs> この辺難しいとこだね。なんかそういう情報をどっかに売ったりとかするときも、悪質なところはあるけども、 うん、まあその会社がね、買収した会社が、まあ、いろんなアプリをなんか持ってたりするみたいだから、そういうところにも使うのかなちょっとわかんないですけどね。どうなんでしょうね。はい。まあ、オーダーシティは使ってる人多いので、ね、使わないっていうのは難しいと思うし、影響も大きいかなと思うんですけどね。そんな感じのようですよ。と、えっ、ー、と、7月8日ですね。ヌヌさんが、えー、7月4日、7月5日分の、えー、右の方を聞いてもらっております。ありがとうございます。 とえーと7月9日ですねさくやさんからハッシュタグボトさんで愛知の夏は暑すぎますっていうことをいただいておりますありがとうございます最近暑いなって話をしてたと思いますが、ね、愛知はね、えー、冬は寒く夏は暑いという、ね、とても素晴らしいとこなんですけどもさくやさんってこの名古屋の愛知の夏を知っているんですか <laughs> どうなんですそうなんですか はい、暑いです。暑すぎます。えー、今も、えー、深夜3時回ったところなんですけども、車の中で収録しておりますが、こんな時間でも暑いっす。<laughs> 今締め切ってるし、エンジン切ってるので、もう今暑くてですね、ちょっとだんだんぼーっとしてきてはいたりしますね。<laughs> えとあと7月9日ですね、えー、加藤さんから、えー、あのドラマ、ポトフさん見られたんですね。そうか、合わないのか。 お父さんに会わないなら自分の場合、なおさらのこと会わなそうということで、怖いもの見たさで1回目見てみようかなというのをいただいております。あのドラマというのが、ポッドキャストを題材にしたテレ東のドラマですね。お耳に会いましたらっていう、ね、タイトルなんですけども、えー、残念ながら私の耳には会わなかったんですけども <laughs>、試みとしてはすごく面白いなと思っていて、で番組の中で、 と収録して、ね、それこそアンカー、スポーティファイがね、協力、協賛してるみたいな感じで、えー、それ、アンカーのアプリが出てきて、録音ボタン押して、で、止めて、で、これ配信しちゃおうかな、どうしようかな、つって、あー、配信しちゃったーってやってましたけど、いや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 、タイトルとか入れてないやんとか思ったりね、細かいツッコミをしながら。<laughs> で、その、1回目、でも、最初、なんか、どもり気味っていうかね、まあ、役だからね。 あれだけど、いやいやいや、配信でそこ切るでしょみたいなところもね、残したりみたいな感じで。ただね、もうほんと初心者っていう設定で、編集とかは一切せずっていう感じ。で、面白いのが、その時の配信の録音した、ドラマの中で録音した音源で、えー、あと、ドラマの役の名前で、実際に Spotify で配信されているんですよ。だからその第1回のも今聞けるんですけど、 で第2回はそれの音が良くないねっていうことで機材を買いに行くみたいなストーリーになるっぽいんですけどね。はい。その、なんだろうな。その機材より先に、その iPhone、あ、スマホスマホの置く位置とかどうよとかなんかね、ちょっといろいろ思ったり、そのすぐ機材に走るなよっていう、ちょっと思ったりもしながら見たりしてましたけども。で、あとね、その主人公がその自分がポッドキャストやるっていうところがあったんだけど、 その前に、まあ、普段からポッドキャスト聞いてるっていう設定でね。で、氷川きよしだっけね、のポッドキャストを聞いてると。で、それがちょっと前に Spotify で、なんか新しい番組としてやってたんで、あ、このドラマでね、うん、そう,そういう使い方だ。からドラマの中で、主人公が聞いているっていうポッドキャストも実際、ポッドキャスト配信されてるし、主人公が配信してるポッドキャストも実際配信されるっていう意味で、面白い試みだなと思いますけども、なかなかね、けどね、 全体的にねあの見るのつら辛くって <laughs> なんかなんだろうな恥ずかしいなんこれはね、うん、なんだっけこの主人公の方乃木坂46にいた人だっけねえー、とあまり詳しくは知らないんだけどその方の演技力のせいなのか何かな分かんないけどなんかちょっと共感がなかなかできなくって、うん、まあ考えたら その録音して配信するドキドキっていうのはあんまり感じたことがなくて最初に、うん、まあまあまあ全然ポッドキャストがない時代だったからそれこそ聞いてる人がいるっていうのも想像できなかったし自分が聞いてたわけじゃないしただ機能としてねこうやって録音してこうやって配信したらああこうやってあ、あのー、iTunes に飛んでいくねみたいなことを確かめるために最初ちょっとやってたところがあるのでなんかね 多分だから今始めた人とかは共感できる部分も多いかもしれないけど昔から知ってる身としてはいまいち乗れない上になんか展開がなんか恥ずかしい感じかね <laughs> あのうちの娘の得意な共感性周知みたいなところが働きましてですねなんかちょっと見るのが辛かった <laughs> ちょっと頑張ってみましたけどはい、まあ、2回目以降どうなるのかな はい、共感できるところも出てくるといいなと思ってます。あの、ポッドキャスターあるあるがいっぱい出てくるようなことを最初に聞いたけど、なんか、自分の中でのあるあるには一つも引っかかってこなかったかなっていう感じがありますね。皆さんはどうでしたでしょうか。なんかね、いろいろ知り合いとかでもコメントしてる人で、共感できたっていう人も結構います。はい、まあ、半々とかかな。うん、どうでしたでしょうか。はい。まあ、ただ、あれでも見て、ポッドキャスト、こんな風にできるんだっていうのが、えー、なんか知れ渡るのはいいのかもしれないなと。 いう,ふうに思います <laughs> で、えっ、ー、と、7月9日あ、同じく加藤さんからですね、えー、ポッドキャスト、聞くときは聞くけど、聞かないときは全然聞かないから、自分はどこの位置にいるんだろう、うん、ライトかな、多分っていうことを言ってましたが、これ、ミニの方でですね、うん、と話してました、月に1回から3回、ポッドキャストを聞くっていうライトユーザーのリスナーがほぼ半数ですよっていうニュースがあって、それを話しました。 加藤さん結構コメントくれるじゃん。<laughs> 月に1から3回じゃないよね、聞く量って。もっと聞くん、全然、加藤さんがライトだったら、もうほぼほぼ色、ほとんどの人がライトになっちゃうんで、ヘビーってことにしといてください <laughs> っていう感じはありますね。と、えっ、ー、と、これは、あこれはミニじゃなくて、本編の方、えー、前回のテネット回へのコメントですね。7月9日、足湯デラックスさんから、今回も全部曲当たりん これとかアークティックモンキーズやと思ったテネット劇場を見に行ったな、ロバート・パティンソン、役も顔もイケメンということでいただいてます。で、48分5秒から再生ということです、Spotify でですね、ポッドキャストの途中から再生できるようにシェアできるんで、その曲の始まりのところを、えー、シェアしていただいております。48分5秒とかですね。えー、曲当たってよかったです。前回も曲についてね、あのコメントいただいて。うん 足湯さんはあの曲の趣味が合いそう。<laughs> で、足湯さんにね、ちょっとこないだね、あの曲、あのなんでしょう。足湯さんが AI となって曲を勧めてくれるっていうのがあったんですけど、なんか、なんかのツイートにいいねを押したら曲を選んでくれるっていうのがあって、押して忘れてたんですけども、選んでくれた曲がね、ツェッペリンっぽい曲で、多分知ってると思いますけどって言われたけど、知らない曲だったんですよ。も、ま、う、あ、本当にツェッペリンみたいというか、ロバート・プラントの真似してんやんっていうようなですね、 えー、アーティストでドイツのアーティストだったかな教えてもらってあのー、知らなかったんですごく面白かったし、えー、まあまあ聞いてますあのありがとうございます <laughs> 知らなかったんですごく嬉しかったですはいえー、なんてアーティストだったかなこれだグレーター・バン・フリートっていうアーティストかなはいえー、の勧めてくれたのは「ハイウェイ・チューン」っていう曲ですねえー、グレーター・バン・フリート いやー、なかなかね、あの、アーティストの写真も、えー、サイケデリックな感じというか、なんだろうな、うん、クイーンみたいな色物っぽさもある <laughs> 感じで、本当歌い方がロバート・プラントを意識してるやんっていう感じでですね、あの、非常に楽しみました。ありがとうございます。えー、で、そのあつちゆさんに曲を気に入ってもらえたというのが、あの、とても嬉しく思っであります。<laughs> ということで、はい,いや、けど人にさ、 この曲どうですかって進めるっていうのはさ自分の中にいっぱいストックがないといけないからさ人によってねジャンルもいろいろだろうからいやすごいなと思うなんか尊敬しちゃいますねはいとえっ、ー、と7月9日ですね黒柳りんごさんから「ハッシュタグポトフさんで」で予告見た時からなんだか見たくない気分だったので見てないんですがポトフさんがそんなに言うなら逆に見てみようかなって気にということでさっきのドラマですね はい、私がお耳に合いませんでしたっていう配信を見て逆に見てみようかなぜひ見てくださいそして <laughs> 最初に停止ボタンを押したのがどのぐらいの時間かっていうのを教えてほしいですね <laughs> 私ね途中3回ぐらい止めたんですよ途中でね、うん、なんか他のことをしながら見てたっていうのはあるんだけどああちょっと違うの見たいとか <laughs> ちょっと見れないとか思ってね <laughs> なんか 3回、4回目でやっと、よし、頑張って最後まで見ようと思ってみました。<laughs> けどね、テレ東の,あの配信アプリで見てるんですよ。なんかいろんな、他の配信サービスでも配信されてましたけど、ね、えっと、TVer とか、ギャオとかでも出てたかな。えっと、テレ東の配信アプリの中で出てて、で、他のね、同時期に始まったドラマで、ひねくれ女のぼっち飯っていうのがあって、これ、あのー、女性版、孤独のグルメっぽい感じで、えー、 そっちの方が私好きでした <laughs> テレトーさんの番組の中でははいポッドキャストよりも孤独のグルメ風な <laughs> そっちのドラマの方が今は楽しみです <laughs> えっとそれと7月9日ですねミカ、えー、ラジオさんから「ハッシュタグポトフさん」で えー、ポトフさんのマイカップオブティーにミカラジオの音源を一部引用していただきましてありがとうございました。映画テネットに見る現代物理学の捉える時間ということで,で、マックスの正体、親切にワクワク、またテネットが見たくなりましたというのをいただいております。ありがとうございます。あのー、そう。 前回のエピソード7ですね、テネットの話しましたけども、その中で一部、えー、ミカラジオのミカさんと北九州の片隅の大場さんの声を少し引用させていただきました。えー、そのミカラジオさんの配信されていた音源の中から、ほんの一部、なんとなくの雰囲気が分かるやつをちょっとね、入れ込みまして、はい。<laughs> こちらこそ音源使わせて、実は勝手に自己承諾で使わせていただきました。ありがとうございます。<laughs> なんとなくね、 最後に急に思い立って入れてみたくなって入れてみました。ありがとうございます。と、えっ、ー、と、これは7月10日ですね。咲夜さんからうとうと拝聴ということでいただいておる中で、えー、バンクシーの話を書いておりますね。聞いていただいたようです。ありがとうございます。バンクシーの映画も良かったなもう一回見たいなーと、えっ、ー、と、7月10日、加藤さんからですね。えー、イエス 忘れた頃にに誰かがポツリ,ポツリと話題に出す映画このねのあのねこのブラックウィードの映画見に行く前に朝早く起きちゃってああどうしようかなまだ時間あるなと思って見た映画イエスタでこれなんとなく前から見たかったんですけどもあのマーベルのドラマロキに出てくる女性版ロキの役をやってるですねソフィア・ディ・マルティノーさんが出てくるよということをなんかで見て でイエスタデーあー見たことなかった映画あ見、見たいと思って見てない映画だと思って。で、知り合いからも勧められたので、見て、むちゃくちゃ面白かった。なんか最近ね、映画当たるんですよね。そのバンクシーの映画もすごく良かったけど、このイエスタデーも良かったね。はい。最近ちょっと当たるなぁと思いながら。で、実はこのポッドキャストでイエスタデーの話をしたいなと思いつつ、まあ、けど今はブラックウィドウの話でしょうと思って、先にブラックウィドウの話を。 えとただ、他にも話したいこともあるので、イエスタデーの話ができるかどうかわかりませんが、あのー、なんか見た人、ね、いましたら、感想なりなんなり教えてください。<laughs> そしたらな、な、な、んか話そうかな <laughs>。ね、っていうことで、イエスタデーですけども、えー、加藤さんもちょっと見てなくって迷う映画のようですが、ね、ビートルズが好きなら面白いと思います。ぜひ。 いやーそんなでねまあうわーこれ話したいんだけどなーまたあの加藤さん見られたら、あのー、お便りください <laughs> そしたら話そうかなと、うんと7月10日ですねえさ、ー、ささんから、えー、ポトフさんの TRPG の話面白かった俺は1回しかやったことないけど指輪物語の TRPG があったなんて小芝ばいなしでやってみたいっていうことでいただいてますあのこれシーズン2で話した ね、えー、マイカボイティ本編の中のダイスにかけた中学時代っていうタイトルの <laughs> エピソードを聞いていただいたようですけども指輪物語の TRPG テーブルトークロールプレインゲームですねあるんですようちにしっかりとルールブックがあったりしますルールブックと追加のオプションのブックも買ってたね <laughs> 全部じゃないけど買ってたねうんそう小芝居なしでっていうのは私がねあのなんか 小芝居するのはあんまり得意じゃないし、なしでやりたいなっていうのがね、あるんですけど、多分それ共感していただいてる感じで、まあ、そう、そういう人いると思う。<laughs> その、今ね、その TRPG やってて、その配信してる YouTube とかね、あの、Podcast とかで配信してる方いますけど、その、やっぱちょっと、見る人もいるからさ、小芝居入れて、ちょっと面白くってやってるけど、 まあそういうのなしで <laughs> やりたいなって思ったりしたりしたりしてます。はい。ということで、ハッシュタグ、えー、ポトフさん紹介でした。ありがとうございました。えー、ポッドキャストの、えー、ご感想などはですね、この、えー、マイカップオブティー本編の方も、アンカーから毎日配しているミニマイカップオブティーも、どちらも含め、えー、ハッシュタグポトフさん、ポトフカタカナさん、ひらがなで、えー、ツイッターでいただければと思います。その他 DM でいただいたり、えー、サイトにあるメールフォームなんかでいただいて、も いいいいたたただくくとよよりりあがのでろししお願ますはい、ということで、最近ね、その映画の話が多いなと思いながらなんですけど、これね、このマイカ・ボブ・ティーエピソード3を始めるにあたってですね、アンカーの方もですね、エピソード3として、それまでは何だろう、えー、まあ、なまあ、長い時は10分ぐらいとか、10分前後でちょっと配信したりね、 まあ5分から10分ぐらいな感じでね、やってたんですけども、ちょっとね、なんかね、そっちのアンカーで毎日やってるからさ、そっちで話して満足しちゃうと、もうこの本編で話すことなくなっちゃうっていうかさ、なんかそんな気もして、もうアンカーの方は3分までにしようと思ったんですよ。まあ多少超えることはあるけど、だいたい3分前後にしようっていうふうに決めたんですよ。おかげで、 なかなかね、ミキで話しきれないからさ、映画の話とか、音楽の話とかもなかなか話しきれないんで、話せてないやつがあるんですよ。で、この間ちょっとあの、その、イエスサデーの話とかはしたけど、全然話足りなくてさ、<laughs> でこっちで話したいなと思ってるんだけど、まあ、その、本編で話したくなるから、まあ、3分って制限したのは正解は正解なんだけど、 その話したいけど話せ,せてない話せてないネタとか映画とかドラマの話がいっぱいあってさ <laughs> 今困ってます <laughs> 全然消化しきれないまあただね、えー、話すのは話せるんだけど編集が大変だからね <laughs> なかなかねあのー、どん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 出すっていうことができてないけどそうイエスタデーの話もしたいし AppleTV とかで見てるドラマの話とかもね結構いろいろ見てるんですよ。のしたいしそのなんかなイギリス映画とアメリカ映画だとイギリス映画の方がなんか好きなのが多かったりするんですよ。でアメリカ映画でもイギリスの監督だったりそのマーベルとかでもねあのイギリスの俳優さんとかがね女優さんとかが出てたりするのってそのロキとかもそうじゃない ロキのトム・ヒドルストもそうだしソフィア・ディ・マルティノーさんもイギリスの女優さんだったりとか結構ねいいなと思うのが結構イギリスの方だったりするのでなんかそういうのもね話したいなと思いながらなかなかできていない感じですはいまあちょっと今ななんだろうシーズン3始める時の構想よりも映画の話になんかなっていたりしますがどうですか <laughs> 皆さん、いや、そんなにさ、むちゃくちゃ映画を見てるタイプじゃないので、<laughs> あんまりいいのかなと思いながら、やったりしております、まあ。なのですごく偏ってはいますよ。<laughs> さっきも、ね、今回も言ったようにあの、MCU はすごい見てるけど、DC は全然見てないとかね。<laughs> かそういう結構偏りがあります。だから、今回も、ブラックビドオとともに、なんだろう。 キングコング対ゴジラゴジラ対キングコングどちらかどちらか忘れたけど、その辺も結構見に行ってる人が多いんだけど、そこはね、全然興味ないんですよ、実は。<laughs> 全然見に行ってなくて。あと、そう、新エヴァンゲリオンとかも全然私、<laughs> 見に行ってなくて。<laughs> いや、エヴァンゲリオンはね、なんとなく見たことはあるんだよ。う見たことはあるんだけど、まあ、最後のあの、Q とか、ジョハ Q はね、ジョーは見たかな 歯はどうだったかなキュは見てないとかなんかそんな感じだし、えー、あのシン・エヴァンゲリオンもいまいちそんなんだったりね。<laughs> 結構ね、あの、波があるんですよ。<laughs> だから、映画評論家みたいにねあの、話題作は全部見てみたいなことはね、ちょっとね、できないんで <laughs>、そういう意味で、かなり特殊な映画評になったりするんじゃないかな。音楽もね、結構私、偏りがあるんですよね。 もともと法が効かない子だったので、そう、この間さ、音楽の、その、自分が一番最初にいいなと思って引っかかった、ハマった曲っていうのを思い出して、思い出しててさ、あの、日本のね、まあ、テレビの音楽番組に、ガイタレというかね、洋楽の人が出てきて歌って、その時にアーティスト名とか曲名が、 分からなくって曲終わっちゃって誰だったんだあの人っていうのがあってねそれ多分中学時代だと思うんだけどで後からあこの人だって思う人がいてそれが多分一番最初に曲としてハマったやつかなと思っててただ学校ではクラスではねうんとねそれこそチェッカーズとかの時代なのでなんか髪型チェッカーズみたいにしてる人がいたりとかアイドルグループおにゃんこクラブっていうのがあってさまあ今でいう AKB のやつとか 乃木坂とかそういう、なんでしょう、女の子がいっぱいいる集団のアイドルグループというか、ね、えー、おにゃんこクラブとかやってたけど、そういうのがね、やっぱクラスのね、友人とかは、そういうのの話題になってたけど、そこの辺は全然なんか引っかからなくって、なんで日本って歌がうまくないアイドルがテレビで歌ってんだろうって思ってたんですよ。<laughs> 中学時代からね。 めんどくさい楽器だけど。で、で、いやい、引っかかったのが、その音楽番組とかは、まあなんか親がなんとなく流したりしたから、だからそういうヒット曲とか耳に入ってきてたんだけど、あんまり興味がなかったんだけど、外国人の歌手が歌ってるのを聞いて、まあ今思えば、 あれ、口パクだよねとは思うんだけど、今日なんかね、すごく印象に残ってたんですよ。で、それが誰かっていうと、<laughs> わかるかなリチャード・マークスっていうね、ピアノを弾いて歌う人なんですけど、リチャード・マークスの、ライト・ヒア・ウェイティングっていうかなだったんですね。はい。で、そっから結構洋楽にはまってさ、結構その、あれは誰だったんだろうっていうのも含めて、洋楽のラジオとかをね、結構聞いてて、 それこそジェットストリームとかって曲いっぱいかかってたなと思いながら、まあ、その辺聴いてて、その頃にビートルズも聴いてたり、な流れてきたらやつかね、聴いてたりして、で、その時に、まあ今、一番好きなアーティスト誰だって言われたらレッドスペリンなんだけど、レッドスペリンもその時に聴いてるんですよ。だからレッドスペリンの曲もういいなと思ってたんだけど、その時もね、レッドスペリンって知らずに聴いてたかな。うん。 で、それこそスティリー・ジャンとかもその時聞いたんだと思うんだよね。で、レッド・ゼッペリンのだからその一番最初にいいなって思った曲って、その時の深夜ラジオで流れてた曲なんだけど、一般的なレッド・ゼッペリンのヒット曲じゃなくって、あの、ダウン・バイ・ザ・シーサイドっていう曲なんですよ。そっから実は入ってんすよね。結構もう自分の音楽とかね、そういうの特殊なので、で、日本の音楽もはあんまり聞いたことがなくって、で、その、リチャード・マークスもね、 うんと、レコーディングメンバーにさ、トトのスティーブ・ルカサーとかいたわけよ。だからね、その辺からもあってトトとか結構聞いてたりもして、で、日本のアーティストでね、その頃唯一ぐらいかな、聞いてたのがね、シング・ライク・トーキングっていうグループなんですよ。知らないかな知ってるかなシング・ライク・トーキング。で、なんでシング・ライク・トーキングを聴き始めたかっていうと、 そのシング・ライク・トーキングって3人組のねバンドだったんだけどその、えっと、メンバーがねボーカルとギターとキーボードみたいな編成なんですよ。でツアーの時にはドラムの人がなんかまあツアーメンバーとして入るんだけどそのシング・ライク・トーキングのファーストツアーの時にトトのドラムジェフ・ポーカロがなぜか叩いたんですよ。 で、私、ドラムを最初にやったので、ね、バンド組んでね。まあ、その辺の話もしたいんだけど <laughs>。あの、で、ドラムの教速ビデオとかって、ジェフ・ポーカラのを買ってんですよ。<laughs> と、と、と、好きだったんで。まあ、くっそ難しいっていうか <laughs>、全然役に立たなかった教速ビデオなんだけど。で、えっと、ポー、ジェフ・ポーカルが書いてたのっていうのがあって、聞き出して、 別に好きな曲調とかじゃないんだけども結構そっからずるずると聞いてた感じかな <laughs>。そう。で、実際ね、今は全然日本の音楽も聴くのね。で、聞き出したきっかけは自分で曲を書くようになってからだと思います。歌詞を。その時はちょっとボーカルもやってたんで、歌詞を書く段になって、俺歌詞とかって全然聞いてないやと。洋楽も本当に音として聞いてたから、 あんまり歌詞で感動するとかもなくってで、え、日本語ってどうやって載せればいいんだろうと思って、そっから聞き始めた感じだね。で、まあまあその時に上手いなと思ったのがミスターシルエンだったりもしたんだけど、<laughs> で。まあなんかそれから日本の音楽を聴いている感じもあるので全然ね。あれなんですよ。バックグラウンドないんですよ。だからみんながすごい。好きなやつとかもあんまり。 興味がなかったり、えー、それこそその代表的なところでいサザンオールスターズとかね、ユーミンとかもあんまり興味がないっていうことがあったりとかいう形で、非常にムラのある音楽とか映画の,あの好みがありますが、そんな感じでやっております、はい。ちょっとエンディング長くなりましたが、そんな形で今後も多分映画レビューはやや多い形でやっていくと思いますが。 まあ他にね、前回話した時間の話とか、その辺もね、ちょっとね、まだしたいところはあるんですよ。え宇宙の終わりの話とかもね、今ちょっとね、本読んでたりはします。えビッグバンの反対のビッグクランチとかいう、その辺のね、話、前々から知ってるんですけども。まあちょっとそんな形で、またお送りしたいと思います。ということで、今回エピソード8をお届けいたしました。ブラックウィドウを見た方は感想などまたください。えあと、ね、 ポッドキャストやってる方は話してくださいということで、ポトフでした。じゃあね。